ちょっと神準備が整ったようなので、はい、入りたいと思います。いよいよ、はい、はい、お神の本業、はい、こんばんは。はい、いらっしゃい。わー、はい、いらっしゃいました。わこんな感じですよ、制服。なんかちょっと蔵元の人みたいな、ね、これもさっきのね、あの書家さんに書いてもらって揃いの背中にも。あ、すごい、うん、これがいつもの毎日の仕事のスタイル、ね、かっちょいい、ね、かっこいいですね。かっこいい。仕事始めるときにバッジをつけたのか。そんなのバッジですか。聞きたけし、シャランラ。でもよく来てくれました。ここで毎日、はい、い商売させてもらってます。はい、はい、じゃあちょっと失礼します。どうぞどうぞ。かけてもうみんなでも飲みましょうよ。あれ、右のさ、飲む気満々っすか、もしかして。だって酒場だもんね。飲まないですか。飲みます。飲みたいんじゃん。ちょっとだけね、飲むか、飲みたい。そうそうよ。すごいですね、このお酒の。はい、うちは冷蔵庫からお客さん自身に、はい、好きな日本酒を持ち出して、今からお出しする、グラスで飲んでもらうっていうやり方なので、もう完全にセルフスタイルで、うん、で、ここに大体30種類ぐらいの、日本酒が前いつも揃ってて、で、2時間好きにやってくださいっていうスタイル。2時間飲み放題、うん、飲み放題、うん、聞き酒し放題。おー、うん、だからがっつり好きなのを飲んでもいいし、うん、ちょっとずつ自分の好みを探すようにバーッと飲んでいくのがおすすめ。今日のラインナップですっていうメニューをお出しして、うん、でこれ冷蔵庫の中のものが書いてあるだけなんだけど、うん、これを見ながらあれ飲もうこれ飲もうって言って飲んでもらう感じ。新潟あるかな。あ、結構あるよ新潟。今日だったら、あ、でもね、ちょっとそれヤンマ、ヤンマ美味しいですお酒。あとほら、名酒久保田もね。あー、久保田、これね、新製品なの。え、そうなの。千住って今までは吟醸だったの、だけど純米になった新製品がね、うん、これ今年出たばっかりなんですってよ。そうなんだ、うん、もうなくなっちゃって。そうなの、これ開いちゃった、開いちゃった。へー、鴨錦。それがね、若手の今作り手さんで、うん、もう実力人気ともにもう急上昇の注目の蔵元、二札酒って言って、まだね25、6歳の方が多分蔵元さんなのよ。はぁ、そう、ちょっと取材に行かなきゃ。ね、それは何目的ですか。え、いや、飲もうぜ。で、一回とりあえず座って、え、今じゃあご準備します。よいしょ。おかみ、はいよ。2時間よろしくお願いします。はい、がっつり行きましょう。美味しいお酒案内するわよ。そう、こんな風に自分で好きな日本酒を選んで取って持ってきてもらって、で、このグラスで好きなだけ飲んでもらう。結構いくわね。結構たっぷり入れた。うん、でどんぐらい入れてもいいんでしょ。そう、好きにやってもらって。鴨錦、鴨錦二札酒です。はい、鴨錦二札酒いただきます。みんな乾杯。お仕事お疲れ様です。うん、お母さんのような香りがする。優しい感じ、優しい感じ、なんかまろやかに包んでくれる感じ。ああ、母とのいい思い出があるのね。うん、うん、そしてちょっとびっくりするでしょ。フルーティー、うん、え、すっごいまろやかって感じ。まろやか、まろやか、お口の中でまろやかってきて、で、フルーツなんですかっていうぐらいの、なんかそういうジューシー車っていうの、ジューシー車。もう回ってきちゃった、うん、なんていうの、これフルーティーさが感じるの。本当にこれ日本酒ね。今のね、トップを走ってる日本酒たちはみんなこういうフルーティーで口当たりも軽やかで飲みやすいお酒が多い。なんかこの白ワインとは全然違うんですけど、うん、白ワインってお魚を食べながら飲むじゃないですか。そんな感覚の、ね、飲める、うん、日本酒。あ、すごい、これ女子めっちゃ好きだと思う。うん、これは本当口当たりだけじゃなくって、うん、喉越しもあんまりしつこくないし、うん、料理にも合わせやすいし、もう本当に優等生。うん、危険なお酒ですか。うん、行っちゃうかもね。行っちゃうの。
ちゃんとこの喉越しがキリッとするのが気持ちいい。新潟のお酒。わ、新潟最高。新潟の誇り。新潟万歳。新潟もっと大活躍しましょう。あんた観光大使かなんか狙ってるでしょ。はい。よろしくお願いします。はい、いい仕事しますから。はい、何でもします。私もくっついていきます。山梨県だけど。うわー、美味しい、幸せ。あとね、お酒を日本酒をね飲む時のあのポイントは、これお水、柔らぎ水って言うんだけど、あのをお酒の量の倍以上飲みながらあの楽しむと割り酔いしなくて。そうなん。うん。やっぱりアルコール度数高いから、うん、こればっかり飲んでるとスルスル入っちゃって気がつくともう泥酔しちゃったりするから。そうなの。記憶なくなっちゃうの。うん。なので、お水、柔らぎ水を、飲みながら一緒にやってください。冷たくて美味しい。え、おかみは飲まないですか？今から？大変なことになっちゃうよ。そうか、今日は普通に営業するんだもんね。そう。普段は飲まないですか、その営業中は。ガンガン飲みますね。はい。だってほら、お客さんの前に聞かれて、あの答えてあげないといけなくて、どんな感じですかみたいな。うん、え、ちなみに、おかみはいっぱい知ってるだろうけど、うん、何がおかみのお気に入り？日本酒は。僕はね、やっぱりこう、甘めのフルーティーなお酒が、好きなんだけれど、うん、今日のこのラインナップで言うなら、うん、例えば、海運とか、どれどれ、この一番のこの海運ね、僕も海運って銘柄好きなんだよね。あと、ひろきでしょう。ひろき。うん。福島。うん。と新潟の村湯。わあ、嬉しい、新潟の村湯。うん、美味しいお酒。あともうこの時期になるとね、新酒っていうあのもう作りたてのお酒も出てくるので。新酒のも。え？美味しいよ。なんか酔っ払ってきたな。あ、本当。だからそう、これたくさん入れないで、ちょびっとずつがいいのよ。次々飲んでいけるから。大丈夫ですか？一人で飲んでて大丈夫ですか？いや、大丈夫じゃない。私明日あるから、うん、そんな酔っ払ったらいけない。お酒じゃあ社内から付き合いましょうか。社内から。仕方がないんで、うん、僕付き合いましょうか。あ、マジですか？付き合ってください。森市さんも飲みましょう。しゃあないな。なんか最近そういう登場の仕方、ね、もう飲み物食べ物と言ったらもう森地さん。なんかね、視聴者さんもなんかね、あのいるなってもうきっと思ってるよね。そうそうそう、うん、待ってたでしょ、みんなも森地さんの登場。じゃあ飲みましょう。はい、はい、ご用意しましょう。森地さんの好きな日本酒のとか、こんな日本酒の好み。僕ね、だから全然詳しくなくて日本酒、じゃあちょっと今流行りの甘くてフルーティーなものでいってみますか。なんかその素人でも飲みやすいみたいな。はいはい、わかりました。おかみのおすすめの何が来るんだろう。じゃあね、富山のお酒、羽根屋。羽根屋、ええ、あの倉本さんがね、羽根さんって言うんだけどね、はい、あのその渾身の会心作、羽根屋の、これは純銀きらびっていうあのグレードのお酒で、これもね、いいんですよ。じゃあ森地さんね、これを言ってもらいましょう。いろいろ飲めるように少しずつがいいよね。あ、ちょっと確かに私入れすぎちゃった。まあちょっとやってみてください。はい。じゃあ、はい、私が取りますよ、森さんを。乾かくなっちゃうかな。じゃあ、おかみ。ちっちゃく見えるな、そのチョコは。本当だ。うん、おかみ。はい。やっとくれ。いただきます。はい、やっとくれ。ね、ちょっとすごいでしょ。え、うん、ジュなんかジュースみたいな。ええ、あのなんちょ撮影用 の, てあの反応じゃなくてガチで甘い、ね、甘いし、うん、でなんか光もなくお酒、うん、ええもうね、うまっ。そうなんです、この手がね今ねトップを走ってるお酒たちなんですよね。美味しいでしょ。めっちゃ飲みやすい、うん、めっちゃいい表情するじゃないですか。でね、一つ飲んでもらって、うん、このお酒をベースに考えてもらって、うん、じゃあこれより甘いのありますかとか辛いのありますかとか、もっとどっしり重たいのがいいですっていうのを聞きながら、あ、じゃああれやってみてください、これやってみてくださいみたいな、それを全部おかみが教えてくれる。ええ、そうですそうです。じゃあね、あの次行きましょうか。今度はね、佐賀県からね、東鶴。なんだこの映像、男祭り。
これをね、今のお酒よりもう少し濃ゆい感じで、でちょっとねガス感というかピリッとした、あーいいね、持っててもいいし、普段継がないのでね、東鶴いただきます。どうしよう、視聴数ダーンと下がったな、一気でいった、うん、びっくりするでしょ、これも。で、あの花屋さんより濃ゆくて、ちょっとね、味で言うと。やばい。どうしました？2時間たっぷり撮影したい。逆に、その、まさしく一昔、みんなが日本酒って思ってるのはこれだって出してみましょうか。これ、新亀。うん、こんな埼玉の。これも名酒なんだけど、うん、でも、いわゆる、あ日本酒これですねっていう、うん、いう味わいの。なんだこの絵面、はい、これも、あのもう圧倒的にファンの多いお酒なんだけど、飲んでみてもらうと分かりますけど、この今の2種類とは全然違って、うん、気合いちょっと懐かしい。じゃあ新幹線、はい、いただきます。どうぞ。ね、分かるでしょ、うん、なんか日本酒かフルーツじゃなくて、なんかこの米のふわっていう、うん、モリチさん、はい、私より尺が長い長い長い、私もうこの携帯の iPhone が性能良くて重いからしかも今声の出演って書いておかないとね、うんとね、ミキちゃんが喋ってますよ。じゃあまた来週終わっちゃった、勝手に閉めてじゃあもう私はいいですよ、取らなくて。もうこれこの後どんどんあのヘブレケになっていくだけですから。ちょっとなってきたわね。まだ大丈夫でしょ。でもいや、でも日本酒なんだろうな、もうここら辺がさ、うん、来るよね。なんか第一段階ドゥンドゥン、おつまみいただいちゃおうかしら。行きましょう。茶豆からすみお願いします。はい、だからちょっと確かにね、勘違いしてるの、あの聞き酒師っていうとみんなあのね、この銘柄はなんだっていうワインみたいな ね、山口の東洋美人みたいなのを言うけど、それはあのお仕事の内容としてそれじゃないんですよね。全力モーターを持ってきました先生。いや、あの今お上がちゃん大事なこと説明してたんですけど、でもいいよね、なんかこういうのがあれだよね、テレビ番組じゃない、うんうん、なんかこう YouTube ならではの、あの楽しい具だ。どうしても低電力モードにしたくて。茶豆ってでもあの新潟とかそっちの方よね、新潟山形。山形ですね。だだ茶豆とかのね、うん、味が濃くてね、美味しい。茶豆さん。じゃあこれに今度合うので持ってきましょうか。あ、いいんですか。うん、これちょっと開けてみて、まあ、茶豆にというのが。そうね、開けなくちゃいけないから飲むね。仕方なく仕方なく、じゃあね、今度はね、愛宕の松純米吟醸ささらでございます。これはねもう新酒、うん、あの今年の米で作った、新しい仕込みのお酒。早くない？ね、もう今年の米ってだって、そう、この時期からスタートなんですね、日本酒は。こっから先はもう全部新酒になっていくので、うんうん、今が日本酒の走りの時期で、そう、言うならばここから日本酒のオンシーズンになっていく。いいシーズンですよ。じゃあ、茶豆に合うと言われる、こちらいただきます。愛宕の松。あー、これもなんかフルーティーな香りする。おー、梨みたいね、あの梨のようなあのフルーティーさ、うん、でも決してね、これには果汁の一滴も入ってない。うっせだー、ね、なのにこれだけフルーティーになる。なんでなんで、だってお米だよね。そう、米と米麹だけ、それしか使っちゃいけない。それ以外のものを使うと日本酒って表示できなくなっちゃうから。え、梨の味がするよ、うん、かなりいい感覚よ、ミヒ。これからちゃんと梨っていう表現で汲み取ってくるのは。そうなの。そう、つわものよ。甘
あんな。あら。ね、盛り付け方もさ、すごいと思わない？枝豆。縦に縦に。そうそう、縦盛りね。縦に縦に。美味しそうっすね。美味しそう。もうやだー、おいしい、おいしい、止まんない、どうしよう、なんかこの手の映像って水着グラビアとかに必ずありますよね、何か食べ物を口に入れてるところ、うん、こうするんやすごい勢いで食ってますよ何かもう取り憑かれたように、うん、マジうまい私子供の頃のおやつ枝豆だったから、うん、あんまで、ちょっとこの日本食って流してみて美味しそうに飲むわね、マッチングって酔っ払ってきた間がさ、なんか姉さん間がなんかちょっといい感じに金色さん、なんかほんのりちょっとあの、お顔の色が目に優しさが持ってきましたね、うん、そうだ、うん、あのお水も飲んでくださいよ、はい、柔らぎ水、柔らぎ、初めて聞いた柔らぎ水、うん、あー幸せだな、明日が休みだったらもっと幸せだな、おいしい、こういう風にね、うっすらとこうかすこりって言うんだけど、そうそう、なんか見えたの、薄濁りって言って、うん、この、グレードの高いお酒はこういう風にあんまりこう透明にろ過しちゃわないで、うん、こうありのま、ありのままでこう出してくるお酒もあるので美味しい、ね、これね、タテニャンってシリーズで出ててね、毎回この可愛いラベルでちょっとなんか可愛いから、うん、なんか味じゃなくてこっち重視みたいに感じるでしょ、うん、ところがドスコイこういうやつね、古いやつね、うん、ドドスコスコスコドドスコスコスコ、ね、ドドスコスコスコまだ入ってない、ちょっと次、あちょっとなかなかですね、おかみのペースも早いですね、進んでちょっと、いやだって一応ねとりあえずなんか尺になるか、取れ高をね、うん、意識して、そうやって言わしていくんやな、そうよ、迷ったらこっちのものえ、お客さんでうわこの人タイプだわっていう人で、うん、ちょっとアプローチかけたいなっていう人いないんですか、めちゃくちゃあのいつもしてるだってなんかね、可愛いなと思ったらさ、なんかほら、可愛いじゃない、あんた、そういう時は連絡先交換したりするんですか、連絡先の交換、連絡先の交換、うん、どうぞいただきます、はい、たてにゃんね、ラベルは可愛いんだけど、これもしっかりいいお酒、ああ結構辛口、これは少しキリッとドライな、もうなんかちょっとサバサバ系女子みたいな感じ、うん、うまっ、いい表現、え、うん、いい表現、うん、コンサバなんかもう後腐れなく、もうはい次みたいな、そんな感じのお酒、さっぱり系、さっぱり、うま、飲みっぷりはねくうめえな、ちょっとおっぱじまったおっ始まった、いやでも普通に酔っ払ってきちゃって、うん、私明日どうしようと思ってる、まだやんなきゃ、家に帰ってやんなきゃいけないことあんのに、うん、まだ1号も飲んでないからね、大丈夫よ、参ったな、うん、あれしようかな、トンズラ飲うかな、トンズラトンズろうかな、トンズラって言葉も今あんま言わないね森地さんにもついてあげましょう、森地さんもうお腹空いてるんでしょ、今度は森地さん用にはね、あの美しいラベルの楽器政宗、政宗、ね、うん、楽器政宗、楽器政宗、ね、これはね、最近取り扱いを始めたやつ、これは何危険とか、福島です、福島、福島、おお、福島のお酒だ、これはね、今度は一方、かなりこうドライな、ドライなお酒ですよ、いやまたこれ今なんかあの透明っていうか、そうですね、これはさっきのと打って変わって、うん、じゃあいただきます、ガッキーマサムで、ガッキーマサムで、召して、基本一気飲みなんだよな、ああああめっ、あ、めっちゃうまい、え、そ
相当すっきり、ちょっとあのライムっていうか、うん、かあのなんだろう、柑橘っぽいようなね。そうっす、うん、うまい。こいつ甘いんですよ、最近ちょっと一押し的な。なんかおかみ、うん、僕のこと分かってるじゃないですか。酒の好みはね、若いですか。ねえ、なんか森木さんの違うところが分かったら楽なのに。気が合うじゃないですか。だからこの間のでもね、なんかあのミヒー の、うん、あのコンサートのなんか取材で、うん、ちゃんと人間の感情を持ってるってことを、うん、あの知ったので、うん、そこからなんか心の距離が近づきました。あら、そう言われてますよ。ね、いいもの見れたね。あの時ね、楽しかったね。いや楽しかった。おっさん二人で泣いてるからね。あれ。またミヒーのコンサート行こうね。応援して頑張ってもミヒーの。あ、今度は人入った状態でやりたいよね。ですね。あれは本当にプロを感じた。その観客いなくてもステージでちゃんとするのはね、うん、プロを感じました。ありがとうございます。いや、これはこの何て言うんですか、このシステム。はい。このこういろんな種類のお酒を、いろんなお酒を飲める種類。いろんな悪いし。ねえ、滑舌。いろんな。酔っ払ってきてんじゃん。いや、キリモや。バレた。楽しそうね、あんたたち。いいわね。いや、このいろんな種類を、はい、ちょっとずつ飲めるっていうのが、うん、すごいいいシステム。日本酒って季節とか、月によってもうガラッといろんなものが出て品が変わっちゃうので、だからこんな風にちょっとずつね、ずらっと飲める方が楽しい、うん、と思ってこの仕組みでやってます。ぜひこれは見てる視聴者の方もね、あの楽しんでもらえると思いますよ、はい、もしかしたら森地さん、みひろがいるかもしれません。かなりの頻度でしょ。ね、なのでね、はい、またちょっとお仕事姿でした、はいはい、またおかみこのまま引き続き、そうよ、ちょっと飲ませてもらっていいですか。いいですよ、もちろん。ありがとうございます。このまま営業だから、はい、はい、さあ飲みましょう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 、イエーイ。おいしい、まだまだだってまだ4種類しか飲んでないしね。ミヒおかみ最高、おかみ最高、現金やな。現金やな。